脱臭効果が期待できます。質感が楽しめます。自然素材を採用した家に必要なこととは。今回は自然素材を採用した家づくりというテーマで、自然素材で使う建材、自然素材のメリット、自然素材の家に必要なことの3つをご紹介いたします。これからリフォームや新築をお考えの方はぜひご覧ください。それではどうかスタート。皆さんこんにちは、オリバーリフォームのゆかです。このチャンネルではリフォームや新築のお役立ち情報を発信しています。これから住まいのリフォームや新築をお考えの方はぜひご覧ください。それでは今回は自然素材を採用した家づくりについてお話しいたします。まず自然素材の家で採用される代表的な材料、漆喰、珪藻土、無垢木材の3つをご紹介します。まずは漆喰についてご説明します。漆喰は小石灰が原料の塗り壁材で、外壁にも室内の壁にも使用できる自然素材です。色は真っ白で清潔感のある仕上がりになるのが特徴です。しかし最近はお部屋の印象に合わせて着色した漆喰を使用することも多くなりました。コテを使って塗るので凹凸の模様がつけれること、そして洋風の住宅にも馴染む汎用性の高さが魅力です。また漆喰には嬉しい3つの性質があります。まず1つ目は調湿機能です。漆喰は結露を防止し、空気中の湿度を快適に保つ働きが期待できます。2つ目は耐火性です。漆喰は古くから燃えない素材として重宝されてきました。もし万が一火災があったとしても、ダイオキシンなどの有害なガスが出ません。3つ目は脱臭性能です。漆喰の持つ強アルカリ性の性質は、汗やホルムアルデヒドや生ゴミなどの酸性臭を中和します。ですからお部屋の不快な匂いを抑える脱臭効果が期待できます。漆喰の施工には左官職人の高い技術が必要とされます。ですので仕上がりが職人さんの技量によること、そしてクロスよりも費用がかかることを覚えておきましょう。次に珪藻土です。珪藻土はプランクトンの化石を原料とする塗り壁材です。珪藻土は多孔質で漆喰よりも優れた調湿機能があるのが特徴です。タイルとして加工され、湿気の多い脱衣所の壁に使用されるなど、壁が呼吸するほどと言われる通り湿度を吸ったり吐いたりしてくれます。またこの調湿機能はダニやウイルス、カビなどの発生を抑えてくれる働きがあります。漆喰と同様に消臭性も期待できて、防火性もあります。次に無垢材です。無垢材とは天然の木を1枚の板に加工した素材のことです。貼り合わせた木材ではないので、木そのもののぬくもりを感じることができます。無垢材は建材として柱や梁など様々な構造部分で使われている建材です。仕上げ材としては主にフローリング材として使用されます。また無垢木材の梁を見せるデザインは開放的でおしゃれな雰囲気が人気で、木の温かみや味わいを存分に感じられるのが特徴です。フローリング材の場合には合板フローリングにはない肌触りと心地よさが人気です。杉やヒノキなどの針葉樹は柔らかく、奈良やケヤキなどの広葉樹は硬いなど、木の種類によってもフローリングの質感が変わってきます。そして天然木ならではの節も無垢材の個性と言えるでしょう。では自然素材を使用した家はどんなメリットがあるのでしょうか。1、質感が良い。自然素材の仕上げは質感を楽しむことができ、漆喰や珪藻土などの塗り壁は自然素材ならではのぬくもりを感じられます。一般的な化粧シートの合板フローリングなら木目がプリント仕上げのため同じパターンのデザインになりますが、無垢材のフローリングは1枚1枚の木目がそれぞれに異なった表情を見せてくれるので、木の個性や温かみを楽しめますよ。2、シックハウス症候群の対策になる。自然素材を多く使用した家はシックハウス症候群を引き起こすリスクが軽減されます。一般的な建材もフォースターという規格があり、化学物質の発生を抑えるように定められていますが、接着剤や塗料から揮発する化学物質はゼロではありません。
ですから、喘息やアレルギー症状がある方は敏感に反応してしまうことがあります。一方、自然素材を使用した箇所からは化学物質が発生しません。よって、自然素材を使った家はシックハウス症候群対策にもなると言えるのです。 3. 調湿性と防カビ性。自然素材の持つ調湿性は湿気をコントロールし、カビが発生しにくい環境を作ることにもつながります。無意識のうちにお部屋の湿度を調整してくれる漆喰や珪藻土の場合は、リビングや寝室への採用がおすすめです。ご家族の集まるリビングなら憩いの場として過ごしやすく、リラックスしたい寝室ではきっと心地よい眠りに導いてくれることでしょう。次は、自然素材を採用した家に必要なことを3つご紹介します。 1. 費用。自然素材は天然の素材を使用しているため、大量生産ができないことや手間をかけて仕上げるのでコストがかかります。予算内でメリハリをつけて、こだわる場所とこだわらない場所を洗い出してコストのバランスを考えてみましょう。 2. メンテナンス。自然素材は素材に合ったメンテナンスが必要です。無垢フローリングでオイル塗装仕上げの場合は、定期的にオイルの塗り直しをします。オイルやワックスは素材に合ったものを使用しなくてはならないなど、メンテナンスの知識も必要です。漆喰や珪藻土は大掛かりなメンテナンスは不要ですが、汚れたらその都度落としましょう。こまめな汚れ落としが長く良い状態を保つコツです。素材に愛情をかけながら長く使用していくことが、自然素材のメンテナンスの基本になります。 3. 経年変化を楽しむ気持ち。自然素材には自然素材だからこその経年変化があることを理解しておきましょう。ブクフローリングは合板フローリングよりも反りや割れが生じたり変色することが多く、木の種類によっては傷がつきやすいものもあります。浸食などによる無垢フローリング特有の床なりもあります。それらが気になる方には無垢フローリングはおすすめしません。また、漆喰や珪藻土の壁はビニールクロスと違って水拭きで汚れを落とすことができません。塗り壁なので強い衝撃を受けると欠けてしまうこともあります。そういった自然素材ならではの経年の変化は劣化と捉えず、家の趣として楽しむ気持ちを持っておきましょう。いかがでしたでしょうか。自然素材の家は見た目の印象がいいだけではなく、浄湿や消臭などの機能で健康的な暮らしが実現できます。上手に取り入れてお住まいを過ごしやすい空間にしてくださいね。最後になりますが、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おりバイバーイ。